ロワールイコールアトランティック県。ロワールイコールアトランティック県はフランスのペードラ・ロワール地域県の県。県名は県を東から西へ流れるタイガロワール川と西側に接する大西洋に由来する。西側にはロワール川の広大な三角州がある。県は1790年に誕生してから1957年までロワールイコールワンフェリュール県。 ローオアンフェルアーの名称を採用していた。行政を行うのは県議会で、現在の県知事はフランス社会党のフィリップ・グロバレである。県となんとは地域県主婦も兼ねている。ロアールイコール、アトランティック県は歴史的なブルターニュ5県のうちの一つである。オートイコール、ブルターニュ地方と同じく地方言語のガロ語が20世紀半ばまで話されていた。しかし、 20世紀初めまでは、ゲランデ地方、ゲランド周辺では、ブルトン語が話されていた。ロアールイコール、アトランティック圏を再びブルターニュに統合することは、可能かどうかの問題は、討論の主題となっている。県は西側を、大西洋と接し、北西を、モルビアン圏、北を、ビルイコールエイコールビレーヌ圏、東を、メーヌイコールエイコール、ロアール圏、南を、 バンデ県と接する。県の東西にロワール川が流れ、なんとから川口となり、山イコールナゼールで大西洋に注ぐ。県の大西洋に面した海岸線は1 3 0トルにも及ぶ。県はアルモリカ山海の一部となっており、地質は変化に富んでいる。全体的に県の起伏に目立ったものはない。ロワール川北東部はボカージュアンジュバンと呼ばれる地方で、 大まかに、シャトーブリアン軍とアンスニー軍が含まれる。ここは、国有の森林地帯で、メーヌイコールエイコール、ロアール県とマイエヌ県にも広がる。森は、標高100メートルの高原に近接する。県の標高最高地点は、フェルセ近郊のブレテシュ農家で、116メートルである。川の南側、レ地方に向かうと、標高30メートルの丘陵が連続して連なる。 一方、川の北西部は、シヨンド・ブルターニュという一連の丘陵で、県の北西から南東にかけて連なる。県には、多くの湿地がある。サンイコール・マゼールの北にある、ブリエール湿地、ゲランドの塩湖、南東の下流にあるクエロン湿地、南東のグレーヌ湿地、南西のブルトン湿地である。県南部には、国内有数の大湖であるグランリュー湖がある。 水深は2メートル以下と極めて低く、斜面も非常に緩やかである。このことが非常に多様性に富んだ地域を作っている。県西部が海に面し、標高が総じて低くなだらかなため、県の気候は海洋性気候である。湿度があり、温暖で、県の他の場所に移動しても変化があまりない。年の平均気温は摂氏11度である。 冬は平均摂氏6度、夏は平均摂氏24度と穏やかである。年間降水量は6 5 0ト、mm、ルから8 0 0、mm、トルが一般的で特に冬と春に多い。ロアールイコールアトランティック圏は他の圏と同様にフランス革命初期の1790年、1789年12月22日法の元かつてのブルターニュ州を分割し、 ロアールイコールアンフェリュール県、ローオーアンフェルワーの名で誕生した。ロアールイコールアトランティック県の領域は、かつてのブルターニュ州の南都市教座領をほぼ含む。その他は、レンヌ市教座の南部からなる。北西部の未踏地方を失い、ラーロシュイコールベルナール軍をモルビアン県に割上し、クランイコールフジュレ軍をビルイコールエイコールビレーヌ県に割上した。県は 以下の構成となっていた。県創設時の軍は、アンスに、ブラン、シャトーブリアン、クリソン、ゲランド、マシクール、なんと、パンブフ、サブネであった。2017年1月1日現在は、なんと、シャトーブリアンイコールアンスに、サンイコールナゼールの3軍となっている。1815年6月のワーテルローの戦いで第七次、大仏大同盟が勝利すると、県北部は、 同年6月から1818 18年11月までプロイセン軍に占領されていた。フランス西部の他の県と同様にロアールイコールアトランティックは保守的な県であるという評判をとっている。確かに労働者層の多いサンイコールナゼール周辺を除けば県全体として第三共和制の間反共圏の左派に対してカトリックが伝統的に強かった。 第二次世界大戦後、県の有権者たちは、キリスト教民主主義を標榜する、国民共和運動を支持した。しかし、1960年代から、県は、脱キリスト教を標榜し始めた。以降、着実に左派が支持を得てきた。そのため、1977年以降、県と南東を、フランス社会党が抑えている。2004年の地方選挙で右派が敗退すると、 フランス革命以来初めて、ウーハは、県の管理能力を失った。参照元、1962年まで、スプルフ1968年以降、陰性。フランス語に加え、多様な言語が、歴史的に県で話されてきた。ガロ語は、オイル語の一種で、オートイコールブルターニュで話され、かつては、県のほとんどで話されていた。ロアール北部では80%。 12世紀までは、ロワール南部全体で話されていた。ガロ語は現在消滅の危機にさらされている。言語が、標準語化、フランス語化されていること、大都市ナントレンヌと農村部との乖離があるためである。ガロ語を話す人をターゲットとすることは難しい。1999年に INSEE が行った、エチュードデール、イーストワーフォミリル調査では、家族と、 ガロゴを話すという人は、わずか760人だったのである。広範囲な住民の移動後、ガロゴア社は、イルイコールエイコールビレーヌ県では、県人口の2.5%なのに対し、ロアールイコールアトランティックでは、県人口の1.5%程度に低下した。ロアールイコールアトランティックでは、ガロゴ教育が、初等学校でも、中等学校でも行われていない。一方、 ブルターニュ地域圏では、ガロゴ教育の構造がいくつか存在している。アルモリカのケルト語で、県の一、三、西部のエルビニャック、ゲランドから、ルクロワジック、ポルニックまでのラインで話される。和社は徐々に減少しており、ブルトン語が最も話されているのは、ペルシスタンス諸島、ゲランドの半島部、そして、ブリエールシッチ周辺である。ゲランド半島では、 20世紀初頭まで、ブルトン語が話されていた。ブルトン語を母語とする最後の人物は、1965年に、ケルモアザン村、現在のバイコールシュリーコールメールで亡くなった。モルビアン県や、フィニステール県と塩の売買を行う製塩業者の間では、ブルトン語が用いられるため生き残っている、可能性がある。さらに、なんとの近郊、シャントネのようなコミューンでは、 1920年代から1930年代に、ブルターニュ地域圏からの移住者が多かったため、ブルトン語が話されている。1999年に INSEE が行った、エイトゥードデール、イーストワーホミリル調査によって、18歳以上の県民のうち6500人以上が、ブルトン語話者であることが分かった。2007年の新学期時点で、 県の児童のうち0.24%がふたこと後、教育学校に在籍していた。0.35%がふたこと後、教育を行う。プレスクールに0.01%がふたこと後、教育中等学校に在籍していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。